今回登場してもらったのは佐竹義重と佐竹義重の一世代上あたりの、えー、佐竹義厚義明あたりの重臣だった江戸忠道。この両者に登場していただきました。どう見てもこの江戸忠道がお江戸100万石のようなイメージですが、実際には日立の国の江戸号です。 今回、メインに参考しまもたのは、この、近年出た戦国す竹け研究の最前線という本であって、日本史史料研究会監修、佐た道郎千葉う、ち編、山川出版社から出ています。こういうす竹けし研究が出たということです。主として、河内源氏す竹けが戦国大名になるまで、それが戦国大名、す竹けの合戦士、 それから戦国大名須田家氏の領域支配と国衆た立信長秀吉家康統一政権が須田家氏というそういう単元からなっております本日は川内源氏須田家氏が戦国大名になるまでのところが中心で、えー、ちょろっとあの戦国大名の合戦史で手梅坂の合戦の話が、えー、一応入ってきてまあ佐々木義重が出てくるところで一応話を、えー、まあ、終わる予定であります で、これは1980円山川出版社から出ております。本体1800円。私の知り合いの、えー、編集者の方が、この編集にかかってたので、えー、一冊いただいたのが、まあ、きっかけです。あの、日立ですけども、えー、戦国時代の日立というのはこ、えー、こういう感じになっております。この北部のこの付近を、えー、佐竹義重で。義重はもうちょっと、あの、須竹市はもうちょっとこう北甲府に行ってますね。中部のこの辺りのは江戸忠道で、これはあの、えー、中市、えー、中川の中市。 が藤原姓の中かで、ええー、佐あのは、まあ、の、この頃には佐竹氏の支配下に入ってました。それから、えー、これはも佐竹氏の支配下に入っていった真壁市です氏。もともとは、この、日立兵氏大城氏の一門です。この真壁、真壁氏も。で、大城氏は、この、日立の国の、えー、中南部を、ええー、制覇したんですけども。佐竹氏や、えー、小田氏などに押されて、えー、徐々に勢力を衰え、衰えていってます。ただ、この、日立の中海と呼ばれた霞ヶ浦。 北浦などのこの付近の、えー、水運、この付近の神社の管理等を行っていて、で、まあ、当時はあの、えー、利根川もこっちに下がってて、この付近、もちょっとなんかいろいろと、えー、広い水郷が広がったみたいですけども、その水温性といのは大上し。で、南の方には鎌倉幕府以来の八田市の質問税である小田市が力を持っているという感じであって、そういうふうにばらばらばらっとばらけていると。 最終的にこの人たちを統一するのはこの佐竹、佐竹なんですけども、えー、その佐竹氏の統一に至るまでの過程を見ていきたいと思います。佐竹氏をめぐる、えーまあ、戦国人たちをめぐるもうちょっと攻撃的なものを見ると、こういう感じに北条氏、里見氏、えー、結城市、特に大きな影響を持つのはこの、えー、宇都宮、伊達、えー、相馬、えー、芦名、で、この付近にある岩木市。 そういったあたりが佐竹氏と非常に深い関係を持っているとで。南の方では先ほどの江戸氏とか織田氏とかそういうものに囲まれていてで実はあの佐竹義重が登場するまではそれほど大きな家ではないと。で名門というレベルで言うてもこの相馬とか伊達とか宇都宮佐竹織田結城、まあ、こういったものはいずれも頼朝,頼朝以来の 例えばこの結城、織田、佐竹、宇都宮、こういったあたりというのはあの非常に古い流れを持っているそういう家ですね。頼朝皇以来の伝統を持つ家々がこういうふうに並んでいると、えー、いうことになります。佐竹氏、あのもうすでに武田氏のところに出ていますけれども、源義満の子孫であって、孫の正義の代に佐竹を名乗るようになります。ちなみにこの山本義経というのは頼朝の挙兵の頃に、 え大海で活躍した、えー、人物ですで、この秀吉の代に、えー、大体よりともに、えー、なります佐竹氏の大きな事件としてはこの山入氏との対立ですねそれから佐竹義一,一つの上杉憲里の子であってしたがって佐竹義重とかその辺は実は上杉家の子孫になるわけです 源七蜜の血を男系、えー、で引いてるわけではなく女系では引いてますけどもこの義盛の娘とこ婚姻してこの、えー、上杉憲里の子の義人が、えー、養子入りしているとこれまたいろいろとおこししますよねちなみにこの、えー、吉原の代にいくつか佐竹,あの佐竹南とか佐竹北とか分かれていきますけどもこの佐竹北慶喜のこの子,の,子の子孫が現在秋田県知事の、えー、佐竹知事ですね えだからあの佐竹知事というのは佐竹義重と同じくえまあ上杉家のえ末裔に当たるとえいうことになります。血統関係ですけどもえ佐竹義重をめぐるえ血統関係を見ていきますとこういう感じになります。あの佐竹義重の妻っいうのはこのえ伊達治宗の,あの娘であるということですね。えー、伊達春宗は、えー 全部がこの江久保御前、えー、岩木重隆の娘の江久保御前から生まれています。久保姫と思います。この岩木重隆には、この江久保御前を目,た、ま、目合わせるときに、長男を後継者にすることで、この岩木たか、えー、は、えー、岩木家に養子に行ってます。だから次男の照宗が後を継いでいます。で、この岩木たかと、えー、それから佐々義重の,あの姉妹である慶寿院が、えー、結婚して岩木常隆を産み、 この常鷹に子どもがいなかったために、義、えー、重の息子の々孝が、えー、岩城家を継いでいると,ということで、まあ、岩城家はあのそういう意味では、まあ、以前から佐々木氏との関係は深かったですね。この伊達治宗と江久保御前の、えー、婚姻をきっかけに、伊達氏との関係は深まっていると。それから、まあ、あの芦名守氏、佐々木義重の息子の義、えー、弘は、芦名守雄の、えー、娘、蓮光と結婚して、芦名家を継いでいますが、 え、足の毛が滅ぼされた後は、この足の後ろは、え、佐竹氏に戻ってます。まあ、この足の毛は、え、伊達氏と、伊達様とによって滅ぼされて。後に、あの、秀吉の、え、奥州、え、塩沖の、大きな一になりますね。この辺はまた、あの、え、伊達とか、足の、を扱うあたりで、あの、出てきます。 で、まず平安末期から鎌倉期の須竹市ですけども、先ほどの戦国須竹市研究の最前線では、茨城大学の高橋治虫先生、この方は実は立命館大学の OB で、私が大学入得の4回生で、まあ結構お世話になったんですけども、この高橋治氏の日立の国に留住到着し、鎌倉幕の受け人になるという、あれですね。 ますまず源義満ですけどもこの源義満、三井寺の真珠の神羅名人で元服した子が神羅三郎というふうな名前になっているということは三井寺御城寺のところあるいはあの松前氏などのところで一応見てきたところですけどもだからあの義光の子孫を名乗る柿崎氏も、えー、つか松前氏も神羅の記録っいうのをやっているわけですけども義光は神羅名人で。 えー、言風したと。どうもその後、三寺と深い関係があって、都の軍事貴族として、えー、活躍してます。まあ、小次男に、えー、この吉光をめぐる、えー、逸話がありましたよね。藤原昭末が源吉光と荘園、えー、をめぐって争った時に、あのー、まあ、白川は、えー、自分の地兄弟の昭末を一切引きせず、えー、それどころか、本当昭末は正しいのに、吉光に譲れと。 あいつ暴れんばいが何しようかわからんぞと言われたんで、ナ、え、イ、ー、から秋末義満に途中譲ったら、それ以降、えー、あの秋末が出歩くたびに義満が見え隠れに家来を差し向けてくれたという逸話がありますけども、そういう軍事貴族、まあこれ、えー、あれですよね、である時あれか、ある時、真夜中ちょっと遅くなってしもて、城南宮から、えー、都に戻ろうとするときに、蔵式二人を連れて歩いてると、いきなり50人ぐらいの武士が 自分取り囲んでな何や何やと思ったら吉光、えー、の、えー、家臣ですとご主人様が危ないということで、えー、急遽吉光が我々たちにきましたというふうに言うて秋末はホッとしたと <laughs> こいつ的に回したら逆に殺されてたよなみたいなそういうような仕事をどうもしていたようですねさらにミーゼラと地方支配との関係あのミーゼラはちこちに省異持ってますけどもそういうミーゼラを通じてこの吉光も、えー、地域支配に かかっていいんじゃないかとううふうに言ってあります特に、えー、彼は朝廷に無断で御三年の時に参加していますけどもこの時に将を大江氏にあの伝授していることも有名ですが、まあ、それ以来、えー、この義満が将をたし、えー、なんでいたことから足利氏も将をたしなむようになってでご光厳天皇からは天皇家の楽器になるという話もありますけども。 この五三年の駅の結果、陸奥の国の菊田の書、菊田を、えー、獲得し、それ以降、断続的に、えー、関東に行くようになります。その結果、行部の城という官職を失うんですけども、関東の方に、えー地あの、地上にウェイトを置いていって、で、えー、日立平氏と組んで、えー、源義国と対立していると。えー、で、源義国あの、義家の息子ですね、えー、義光からすれば大いに当たります。で、この義国の息子が、えー、義重と義康、新田と足利の、えー、そうですね。 秀里隆藤原氏と組んだ、えー、吉国と対立して、えー、日立兵士と組んでます、えー、日立兵士平の、えー、国家須田の子孫ですね国家の子孫でそのまま日立に弱した、えー、人物です佐竹郷への土着が始まるのは佐竹正義の代で 佐竹正義は日立平氏からの自立、さらに佐竹郷という場所にくっついて自分の本領を形成したと。だからまあ義満は日立平氏と組んでましたけども、その息子いうのはこういうふうに日立平氏、義満は日立平氏の女性と結んで義経を結んでると。で吉成も こういういこの日立平氏は、えー、吉田と竹に分かれていきますけどもこの吉田の子孫がいわゆる大城氏でこちらは、えー、真壁などが、えー、出てますねこの一門から竹の方がもともとは日立平氏の着陸ですけどもその鎮大城氏に取られて戦国時代にはこの竹の一門である、えー、真壁氏が、えー、佐竹氏の、えー、家臣として 活躍すすることになります佐竹正義はこう日,、えー、日立兵士の影響下から出して、日立の国の北部の方に、えーまあ、所領を獲得していくと。本領を獲得して、まあ、佐竹氏が始まると。日立奥軍十年戦争というふうに、えー、言われてますけども、まあ、いわゆる佐竹と、えー、頼朝の戦いですよね。佐竹義秀,秀吉という人物がおりますけども、佐竹氏と一差氏千葉氏との関係が悪化していったと。 えいうことで、上総、千葉などの下総、要するにまあ日立の南部、日立の南の方の上総市、千葉市、まあ、こことの観客化した結果、で、この上総、えー、千葉というのが源氏と、えー、くっついた結果、佐竹秀吉は、えー、平氏に接近します。えー、1180年に頼朝の挙兵があって、佐竹は、えーまあ、平氏に接近するために、この頼朝の挙兵には従わず。 この藤川合戦が終わった後に佐竹討伐が行われると、これはあのいわゆる上佐之助広常の権限が有名ですよね。要するに頼朝は藤川合戦で勝った後と、一気に都に上、えー、ろうとしたんだが、えー、上総広常らが、えー、反対して、えー、頼朝も、えー、まず佐々木を打ちに行こうというふうに、えー、話を変えたと。それを受けて佐竹義政が暗殺されると、僅差状で、えー、戦うことになって、佐竹氏の、えー、本拠は落城すると。 いうことなんですけども、これに関して、まあ、頼朝は本当に京都に行こうとしたのかという、そういう話が高橋さんは言うとあります。これ、吾妻鏡の方では、頼朝は京都に行こうとしたんだけども、一之輔、廣津留らが反対していけなかったと。でも、これ、本当に頼朝の意思だったのかと。頼朝にとってあの、京都に行くことっていうのは、そんなに大事なことだったのかという話ですよね。それよりも、頼朝の場合、やらなきゃならないのは、この関東源氏の統一であって、 その頃、ろ、えー、頼朝っつうのは、実は関東の源氏の中で、静寂とは言い難い状態、要するにいろんな源氏があるわけですよね。足利源氏、新田源氏、佐竹源氏、基本的にあのみんな源頼義の、えー、子孫であるっつうことに関しては変わらないと。 まあ最も信濃の方には源頼清の子孫、頼義の、えー、弟の頼、えー、清の、えー、子孫がおりますし、陸奥の方にも、えー、石川氏という、こちらは、えー、源義清、えー、あれですね、大和源氏の末裔、えー、の石川源氏がいるしから、まあ、いろいろおるんですけども、元の源氏に関してはとりあえずあの多くは頼義の、えー、子孫であると。この頼義の静寂通の誰が獲得するのかと。 まあ最終的に義満の子孫である佐竹源氏、これを圧倒したことで頼朝はまあ安心して頼義のえ成着を名乗ることができるようになると。で、あのこれよく言われることなんですけども、今ではなんとなくあの八幡太郎義家がクローズアップされて、義家こそ、義家がなんとなく英雄のイメージありますけども。 えー、頼朝は明らかに頼義孤立、頼義の、えー、子孫であるということを、まあ、非常に強く意識していると。だからよ頼義の静寂義家、頼義義家とこう来てるで、この構えですね。で、この義家に注目、義家が注目されるようになるのはどうも義家の,の,、えー、の子孫で、義親の子孫である、えー、頼朝と、義、えー、国の子孫である、えー、足利。 ここのところで今度は足利を、義家を自らの家祖というふうに続けるということのようです。最後のキャリアとか見たら、明らかに義家と頼吉ではちょっと器が違うなという気もしますからね。えー、陸奥の神で、内めの義家と伊予の神まで行った頼吉では、え、実はちょっと違うなと。え、一応よく言われるのはこの、え、1188、 3年の藤が合戦の直後の佐竹氏の、えー、この金作城での戦いの後の没落、これに関連してなんとなく、えー、佐竹は終わるのかなと思うんですが実は佐竹氏の、えー、抵抗はずっと続いていておりまして、1189年、宇都宮頼朝の陣に佐竹孝義が現れて頼朝に、えー、起伏したことで、この日立奥軍の10年戦争というのは、えー、終結していると。まあ、逆に言ったら10年間佐竹一門は りとともにに抵抗し続けたた人々も、えー、おったと、えー、いうことになります鎌倉幕府大制下の佐竹、えー、氏といは、まあ、非常に、えー、影が薄いですね。1180年には佐竹、えー、氏の首領が没収、えー、されますけども、実際には首、えー、領を没収したというても佐竹氏の支配権は当然維持されていると。要するに頼朝に抵抗している以上は頼朝が没収してもそれは無効であると、えー、いうことで、なかなかこの辺は。 難しいとで、10年戦争を終結した結果、鎌倉政権がようやくこの日立の国の北部への支配を、えー、実現することができたと、えー、いうことですねあの南部の方は、えー、八田智家に与えられて、あの日立守護は八田智家に与えられています。ただ、八田智家の、えー、支配権もなかなか進んでいかないと。で、おそらく10年戦争終結後、1189年以降、鎌倉政権の第一支配、えー、が、えー、本格的に 北千の国の北部まで及んでいくとこの須竹秀吉は頼朝の二度の条約に、えー、従っています前光寺命でにも従っていて降伏後は頼朝の、えー、非常に、えー、まあ信頼できる家臣として頼朝の親集めたようです上級の乱で活躍しています鎌倉時代に須竹秀が日立之助に、えー、任官しているらしいと、えー、いうことで当時の、えー、こう日立之助というのがどの程度 主語とのまあ関わりで実行されるかどうかは別にして、まあ、鎌倉幕府の中でも神になれるのはなかなか少ない。ちなみに日立は、えー、いわゆる親王人国なんで、えー、トップは、えー、あの、世家です。いわゆる親王人国で、小桶、上総、日立、えー、この三つは神が置かれないと。えー、いうことで、この日立の助というのは事実上、えー、神ですね。だから日立の大乗通のは在庁幹事のトップなんですね。 でその大乗大々、世、え、襲、ー、するから大乗師という形で、この、まあ、日立の,、えー、あの国府というのは、実は機能してるんですね。あのいわゆる大、えー、長官人が、えーまあ、日立の大乗大々、世、え、襲、ー、した日立兵士これによる、えーまあ、国務支配が、まあ、出来上がっていると。だから、まあえー、この日立之助任官というのはそういう、えー、意味あると、えー、いうことで、一旦話を切ります。 頼朝が挙兵して、10年間戦って、これで佐竹って完全に没落したわけではないんですね。頑張りましたね。浮気に見てたらもう、やられ,れてしまって、すごく没落したのかと思ったら、ちゃんと戦って、頼朝が佐竹を屈服させることができなかったということですか、これは。完全には屈服させることができなかった。まあ、秀吉らは、あの、 幸福してもその須竹の一門たちが結構粘っているというふうに高橋お侍さんも言ってあります。10年間結局あのまあ抵抗し続けたと。そういう力を残して御家人になったわけ。そういうことですね。御家人になってからは結構位置につけたんですね。まあ人質の姿になってますからね。うん、ただあんまりあの中あんまりなんかあの、えー、目立つ。 活躍はありませんけどね鎌倉幕府の大事な表情書に入ったとか、そんなはないんですかうん、であの、また政変に巻き込まれた形跡もないですね。逆に、あの例えば下月騒動で一門が大打撃を受けたとか、そういうことにもならない。た立の奥の方を抑えて、そうそう。で,す、ねでまあ、頼朝の随兵詰めまあ普段はあの当初は鎌倉に住んでいて、 まあ日立の、えー、北部の方やから、まあ、結構奥まったところですよね。基本的に幕府のそういうなんかごたごたに巻き込まれることはなかったと。法事合戦に巻き込まれたりとか、下月騒動でやられたりとか、そういうことはなかったと。一応、これ源氏の一門だという、そういう評価はあるんですか、頼朝から見て。一応、源氏の一門ということにはなるんでしょうね。 まあ要するに自分のこと聞く限りにおいては源氏のまあ血を引くというのはまあただそれなりにでしょうね。足利氏に比べると北条氏から見て利用価値は低かったんでしょうね。10年先制ったせいか北条氏との関わりが極めて薄いなという気がします。足利なんかはもうかなり早くに雅子の妹を目取るなどしてかなり早くにあの北条とくっついたのに対して。家ののというのは そんなに高い地位のとこが来てないですね。鎌倉時代は。そうですね。うん、そういう意味では、まあ、あの北条氏との書かれ薄かったんかなという気がしますね。あ、その中で、この佐竹正義。はい。これの皇室って藤原清平の娘なんですね。あ、そう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 ,そう。<laughs> うん。あ,あ、こんなとこ <laughs>。欧州との関係は結構あったみたいですね。 欧州・藤原氏と関東の皇族というのは交流があるんですね。うん、佐竹支店は日立の今で言うと水戸の辺りですか、これ。いやもっと北であの、日立太田とか日立太田城があの長い間の、えー、あれです。で、南の方は上総千葉がいて。上総千葉は、厳密に言うと、あの、 日立の南の上総におったんであの日立の南の方は八田ですねこの小田家も頼朝公以来のもともとしもつ家の宇都宮家の一門ですけどもこの小田っつうのはその小田というのが八田でそこが初め主語を持ってたんですかそうです鎌倉時代は基本的にこの八田小田ですうんで佐竹は国司の方になってたんですね 一、まあ、人だけあのそれを接種したわけでもないからそういう意味ではやっぱり小田に比べるとワンランクもツーランクも下がってきますねじゃあ主語を持ってる小田の方が上なんですか鎌倉時代はそうです。小田は戦争には巻き込まれないですけど北条氏の親鸞も厚くてあの安藤氏の乱の鎮圧にも活躍してるしあの小田は鎌倉時代は意外と存在感あります。 つった距離はだいぶあります。前武田やった時に、武田が出てきてましたよね。あ、もともと武田も日立にいたと。うん。日立の武田ごですね。うん。で。トラブって甲野君に飛ばされた。うん。だから、まあ、あの、義満流の着流はこの佐竹ですよね。と頼朝が。頼義の着流は誰かにこだわったということは。これ義家の。 系統が義道の系統に比べてずっと上やということは確立してなかったわけですね、この時期また、ね。私だね、やっぱり義家の方が上やと思ってるから、義家、うん、の方のため義とか義朝とか頼朝が自動的に上やと思ってますけど。必ずしも頼朝は 義朝も義朝も,も結局つかまあ頼義よ自身が義清よ,よ,よ,よりも、えー、5年遅れてのむつの国のやですから必ずしもあの頼義の流れって結果的に最後頼朝がでかいことやったからあれやけどもまあ実は結構微妙な橋渡ってますよね。結果論的にあの高校の教科書に出てくる頼義義家というあの流れの系図ばっかり見てるとここが一番偉いんかなと思っちゃうけど。うん 何とかの方が上ですね、うんうん、<laughs> なんとなく、えー、平治物語なんかも頼朝の,の成功に書かれてるから義朝がなんかあの、えー、他の摂源氏とかよりも上のように見えますけども実際には摂源氏の方が明らかに義朝よりも感触が高いですからね。でさらにその頼義の系統の中でもまだ誰が拓流になるかというのは。 平家と戦っっってているはまま決なかったんですね頼朝、うん、に一あの少しの長があるとするならばあの一応彼はあの15位の下先の左兵衛之助という、まあ、関東では考えられないような皇位高下についていたと。平治のあの時にね。そうそう。あれやっぱり大きいんですか15位家って一番下でしょ一番下ですけどもあの普通は佐の下です上ですからね。 6位とかその辺りの、うん、それがいきなり「すけ」ですからね。だから京都の香りはする。<laughs> 京都の香りのする貴公子ではあった。ただそれがどの程度、例えば坂東武者を従えるときにこの、えーまあ、結局もう一つはあれでしょうね、頼,あの頼朝が意外と強かったのは、千葉市とか上総市、えー、三浦市、こういった連中は義朝に、あまあ、千葉と三浦か。 千葉と三浦は義朝にものすごく世話になってるんで源義朝と仲良かったんでその関係での支援はあったというのは言えるけどで日立ももともとはこれは官武平氏の地盤やったんですねそうですねこの大城氏これがもう大体、えー、大長官人のトップとして日立の国の国務を取り仕切ってきたのが大城氏ですね じゃあこれは頼義よよが直方の娘と結婚して、官務兵士の地盤を受け継ぐのとあ、あれと同じような形になってるわけですか。割合そうですね。佐竹正義も母親は兵士なんですよね。うん。日立の国の、えー、財の長官人あたりになると兵士が多いと。そうですね。カみんな大大長官人結構 兵士多いですねあの三浦之助とか上総介とかみんな兵士ですからかあの関東八坂東八兵士の相模の国の大長官人に言ったら三浦之助上総やったら上総介下房やったら、えー、あの千葉之助という連中がまあやってますから確かに大長官人はあれですね。で佐竹が力を伸ばしてくるのは南北朝の時ですか 南北町でもまだ未慣であって、基本的にこの佐竹義重の代までは、日立の北の片隅の漁師です。関油派の前の佐竹が50万石で、日立みんな持っているわという豊臣政権の時の、うん、<laughs> イメージで見てたらあかんってことですね。そうですねなかなか苦労します、ここは佐竹は,佐竹はあの、この佐竹義重の親父あたりから九日から伸ばして、義重の代に一気に。 日立を統一してすんですね鎌倉室町時代はまだ日立の中の一部を抑える勢力と。うん、でやっぱりこの織田の存在を織田の存在がやっぱり大きい。その織田ってあの戦国大名で一番弱いとか言われた織田でしょそうですそうですそうです。この織田氏原戦国最弱の武将であって何回も織田城落ちるんですね。 いや本当はめちゃめちゃ強いんですだから、あの、落ちても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 、失敗しても立ち上がれるんですから。織 <laughs> 田には、あの、ものすごい強力な、あの、地域社会の支持があるんですよ。だから、織田が落ちても、あの、その地域住民たちは徹底的に粘って、あの、織田を迎えるの、宇治原を迎えるんですね。それなんでですかやっぱり頼朝子以来の長い伝統でしょうね。